さぬきうどんブームの火付け役ともなった山越うどんは、釜玉うどん発祥の店として、もはや説明不要の名店。このうどんもまた実にすすりたくなる一杯である。いただきます。卵が入った丼に釜から揚げてすぐのうどんを入れる。そして専用のだし醤油をかける。これが山越の釜玉だ。トッピングはじゃがいも。うどんのだしで煮込んだ芋を一晩寝かせて磯辺揚げに。釜玉との相性は間違いない。ごちそうさまでした。